はいどうもこんにちは、たかまるかまるです。さあマリオパーティー続きやっていきましょう。前回はドンキーのジャングルアドベンチャー前半戦やったんだよな。で今回は後半戦やっていきたいところなんだけども、前回がもう最後のターンがきつかったねまあスターゲットできたんだけど、ミニゲームね、あんなに頑張っても1コインしかゲットできないっていうね。あ？チャンスマス？何すんの、余計なことしないでね。ドンキーとヨッシーで、ヨッシー、ドンキー、スター全交換。うわー、え、俺そうだよね、前回スターゲットして、うわー、くそー、余計なこと。ドンキー、それどういう感情なの、仁王立ちで。あー、50コインないからテレサで奪い返すこともできない。じゃあここはとりあえず、うーん、ワリオから奪おうと思いたいんだけど、多分どうだろうな、ヨッシーからスター奪うだろうから、ここは一応マリオのコインゲットしとこうかな。あんまりコインが少なすぎるとコインを奪うことをするからね、コンピューターって確か。何か起きそうで起きませんでした。ここのハプニングマスの意味を、何か起きそうで起きませんでした何なんだこれ。さあ4人ミニゲーム勝っていくぞ。ロコロコ、このこのか、まあこれはね、2と同じような操作感覚だから大丈夫だと思うんだよね。まあ前回やったしね、むしろ2よりもこっちの方がなんか操作が軽いんだよな、感じ、なんか感じると。んー、まずいな、ちょっと真ん中が、待って、さっき勝てたのに、まずいわ。あ、ヨッシーが勝ったの。ちょっとワリオがあと1枚やべえと思いきや、ちょっとヨッシーがノリに乗ってきたな。まあ、ここで多分ワリオがヨッシーからスターを奪うでしょう。よしよしよし、ヨッシーなのか分かんないけど、どっちみち俺は2位なのは変わりないから。なんとしても次のスターをゲットしとかないとな。じゃあ改めてちょっと確認してみよう。現在スターの位置がこっちになります。ちょ、今んとこ一番近いのがドンキーになるのかな、ここだから。でまあこうぐるーって回るわな。まあそれでも遠いんだけどね。10、いいぞ、進め進め。さあボーナスの10コインももらう。このまま離れていきたいとこなんだけど、ヨッシーは4、ほどほど。で周りはここだから、多分俺からコインを奪うでしょう。10か。ワリオ、まあ確かに1位だけど一番持ってるコイン少ないよ。全部奪いやがった。まあ、とりあえず助かった助かったけど、マリオ10か。さあ4人ミニゲーム、減らせテレサの館、これは協力ミニゲームだな。さあってマリオいけるかな。レディーゴー。まあ3人側はね、このマリオを守るってことが大事なんだよな、テレサが。あー頼むぞ。でテレサ取り付いてくんだよね。今ヨッシーに取り付いてんだけど、取り付かれたら他の2人がこうやって目を覚まさせてあげるんだよな。
さあ、逃げろ逃げろ。よし、目を覚ませ。いいよ。あんま前に進みすぎると。はい。じゃ俺から。よし。おお。よし、ありがとう。マリオ。よしよし。マリオ。マリオ。よし。助けて。おお。マリオ。あともう少しじゃん。うわあ、マジ、え、こんな難しかったっけ？ちょっと、ワリオ。あんたコインが足りないか、コインがないからって。ワリオ7か。なんだかんだ近いんだよな。さあ、一気に話していきたいとこなんだけど。はい。5か、微妙だな。さあこれは、左行くと赤マスになっちゃうから上行った方がいいか。さあヨッシー8、なかなか大きいな。なんだかんだ言って他の3人そこそこ近いかな。ドンキーから今のうちに離れておかないとな。さあ4人ミニゲーム、崩れる床をかけろ。これはヒュードロ屋敷みたいな感じなんだよな。よし、道中にあるコインもゲットしていきたいとこなんだけど、タイミングがなよくわかんないんだよな。さあどこら辺でジャンプ、ここか。はいはいはい。ちょなんでジャンプしたのに。ひどいんだけど。さあラストスパート、誰が勝つのか。これはあ、マリオなんだ。ヨッシーかワリオかと思ってた。ちょっと待って、俺脱落すんの。あそこで道中のコインもゲットできず、まずいなこれは。あ、ワリオは1。よし、いいぞ。その牛歩だ、牛歩。とりあえず、俺が一気に進む。7か。あ。なんでや。あともう少しなのに。一番俺が遠くなっちゃったよ。さあ、ヨッシーとマリオは本当にこのターン他3人が3位以下だったのに、なんで俺がこんな一番遠くなっちゃうんだろう。綱引きデンジャース。ちょ待って、これスティックグリグリゲーじゃん。スーパースターズ内定のミニゲームだけど、スイッチのやつはさ結構柔らかいからさ、グリップが。これきついのよ、64のコントローラー。よいしょー、いけー。くそー、ひぃ、ひぃ、いた、勝った、勝った。勝った、痛い、助けて、助けて。あー、手が真っ赤。これでも頑張って5コインだもんな。まあ1人の15コイン3等分だから、まあそんなもんだけど。まずいな、ワリオ10か。こっから一気に進むな、ワリオ。どりゃー、10。いいぞいいぞいいぞ。これはヨッシー上行くよな。ちょっと喉乾いた。
さあこのミニゲームはどうなんだ。旗揚げ兵法出た。こりゃ2にもあるし、スーパースターズ内定のミニゲームでもある。むしろスーパースターズで内定されてるのはこっちなんだよね。兵法が揚げる旗と同じ色のやつをやるんだよな。P ね、よしよし。2はさ、10ゲームがいてフェイントが分かりやすくなんだけど、こっちは分かんないんだよね、いつ頃フェイントが来るか。よし、危ない危ない。はい、B、よしよし。 D、 マリオよく当てられるな。あ、兵法かわいい。 B、 危ねえ、 A 押すとこだった。ここから速くなってくぞ。うん、A、 よし、運に放されたな、マリオ。 B、 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 これ A 来るでしょ。よしよし、 A、 危ねえ、 B 押すとこだった。 A、 B、 ワリオ強い。 B、 危ねえ、勝った。ドンキめっちゃ喜んでんじゃん。イエスイエスイエスみたいな。ちょっと待って、さっきの綱引きデンジラスはきつすぎて。あ、あ、どうもこんにちは、のこのこです。残り時間もわずかになりました。いよいよ残り5ターンです。皆さんの順位はどうなってるでしょうか。それでは順位を発表します。1位ワリオ、2位ドンキ、3位ヨッシー、ビリ、マリオ。スーパーサイズなのは一体誰でしょうか。私の予想ではドンキが勝つと思います。お、分かってんじゃん。ちなみにこの声はね、予想されても10コインとかもらえないんだよね。最後に重大なお知らせ。このターンから最後まで青マスと赤マスの金額がなんと2倍。そしてスタート地点のボーナスもいつもの倍の20コインになります。そうそう、この頃は決闘ミニゲームがないから、同じマスに2人止まっても何も起こんないんだよね。代わりに、のこのこのボーナスが2倍になるんだよな。これは本当にすごい。朝に逆転のチャンスです。うまく使ってくださいね。いよいよ終末戦です。皆さんスーパースター目指して頑張ってください。さあどうすっかな、残り5ターン。まあ多分ここはヨッシーかワイリオどっちかがあそこのスターをゲットするだろうから、俺はこの辺ぐるぐるしてよっかな。あー、どうしよう。6コインゲットもいいけど、ちょっとハプニングスターも狙っていきたいな。ん？あー、ヨッシーはこっち来た。ちっちゃい状態で動くのかわいいな。ワリオギリギリ回避できたのか。やべえな、20コインって。さあここでマリオは上行くわな。さあ俺一人か、1対3。ドキドキアミロド感。ああ、こりゃ一人側が有利だよな。まあいわゆるアミダくじなんだけど、一人側はこの宝箱を操作できるんだよね。でちょっと気をつけなきゃいけないのが、この画面コミと簡単なんだろうけど、本当は違くてめちゃくちゃ長いのよ。だこれある意味初見殺しだよな。ちゃんと自分の場所を把握しとかないといけないんだけど、これは左から2番目かな。今回はそこそこ簡単だな。この辺りずーっとほぼほぼまっすぐだから、でここ曲がって曲がってと。よし、オッケー。まあ初代のマリオパーティーはね、1対3ミニゲーム、3人側の方が有利っていうパターンが多いから、たまにはこういう1人有利のやつがあってもね、悪くないと思うし。よし、100コイン突破。さあラスト4ターン。さあテレサで、まあここは多分ドンキーから奪うでしょう。いくら奪ってくんだろう。
13コインか、結構痛いな。よいしょ。なんかまあヨッシーは上行くわな。私がこの道を通りたいのか。なるほど、ごいちゃん。みんな近づいてってんな。あ、よし、また追いかけられてるな。まあ、あのスターはもうワリオはどういうことかも確定してるし、ちょっと待って、3人が同じマスなんだけど、ブロック山崩し。あー、これなんだっけ。山積みされたブロック壊しから中からコインが出てきます。あー、そういう系か。ヒップドロップ、バッタブロックが潜んでいます。こうすると吹っ飛ばされてしまいます。あー、バッタブロック懐かしい。マリオ64のやつだ。ここにも出るんだっけ。そういえばバッタブロックって確か分かりにくいよね。さあ壊しまくれ。痛い。どれぐらいゲットできた。8コイン少ね。ワリオ多い。 26? バッタブロックの中にあったコイン袋をゲットしたのか。まずいぞ。これでワリオが2枚目のスターゲットで、50コイン持ってるからな。誰かがスターゲットしても横取りできるんだよな。宝物は黄金にできたバナナか。いいね。ワリオとドンキー歓喜だわ。そこか。近いっちゃ近いけどな、どっこいどっこいなんだよな。マリオもヨッシーも同じマスだから近いんだよな。よいしょ、8か。さあ20個ありがとうございます。しかしここで赤マスで減る。これはちょっとあそこのスター狙っていくしかないかな。あー、でもヨッシーも10か。ヨッシーもな、結構ボーナスもらってるからな。100コイン目前なんだよな。さあ1対3でドンキー1人。ボーリングゴーゴー。まあこれは、まあなるべくプレイヤーってかキャラクターを狙っていった方がいいんだけど、あ、これは簡単だな。いや、この端っこのこの線に当たるとミスしちゃうんだよな。よーし、いいぞ。3人が固まってる。狙ってけ狙ってけ、いい感じ狙ってけ。よーし、マリオはちょっと逃しちゃったけどな。これで、12コインぐらいゲットできるのかな。普通のピンも倒したから11か。いいぞいいぞ。このままコインスターもゲットしていきたいんだけど、とりあえずワリオがテレサを通り過ぎてからスターゲットしないかな。しかし2か、少ないな。これはちょっとヨッシー届くか。通る。あ、いや、あれハテナマスだな。ヨッシーまたしたいことになるのか。待って、今何ターン目。19か。あそこのスター届く。地味にキノピオもかわしてんだけど、10ぐらい出さないと無理か。あれ、まあバッタンボールよな。マリオはさあこのミニゲーム勝たないとな。
さあ何が出るかな。クッパ100面相、これはスーパースターズ内定のミニゲームだな。買おうったんで、お手本よく見る、それが高得点への近道と。さあどんな顔になるかな。うーわ、あこれ口あんぐり開けてんのか。こんなもんかな。で、ちょっと待って、鼻、こんな感じだね。口、ほっぺもうちょっと内側か。こんなもんかな。で、眉毛が長めと。こんな感じ？悪くないと思うけど。ほっぺもうちょっとこっちか。こんなもんかな。見せない。背景がスーパークッパ64。マリオ64の6画面だな。97点、まあまあそこそこでしょう。よーしよしよし、稼いでけ。さあこれラストターン届くかな。何か起こしそうで送りませんでした。これあれか、ここのあの岩の通る道に誰かいると怒るのか、あの、ハテナマスって。ちょっと待って。あと何ターン？何ターンじゃない？あと何マス ?1、2、3、4、5、6、7、8、90! 90いけばなんとか。来い！行くか。10コイン払ってもなぁ。あー、ハテナマスでもいけんのか。でも20コイン払ってハテナマス？まあ、コインスターは多分行ってるだろうから一応ハプニングスター狙うためにも行っとくか。ドンキーとバッタン見るとね、マリオパーティー3を思い出すね。いやー結局ここのクッパ行けなかったな。まあ行ったとこでろくでもないことが起こるだろうし。よし、ラストターンでボーナス20がいいな。さあマギオ、ここはどうなる、届くか。9、届いたね。ちょっと待って、これってテレサ行く？行かないか、さすがにな。さあラストターンでマリオがスターをゲットか。腹立つな、その口あんぐりしたの。遺跡にはいろんな罠が掛けられています。まあ次の、あーそこか、近かったけど、まあ無理だわな。さあラストターン勝っていきたいな。発掘ハッスル、これは2にもあるし、スーパースターズ内定のミニゲームだな。ボム兵か、ボム兵は比較的簡単な感じだな。しかしこれもちょっと判定が微妙なんだよな。外堀もダメだし内堀もダメだからな。ちょうどいいところ行きたいんだけど、悪くないと思うんだけどね。この上よ、よしよしよし、悪くないと思うんだけど。みんなもうまい。ちょっと待って、なんで俺79なの。みんな90いってよ、なんで俺、ちょっとこれおかしくない？納得いかないんだけど、これはさすがに。何がダメだったん？全員似たり寄ったりだったよね。何そんな20点も差が離れんの？ターンが全て終わりました。では、結果の発表です。さて、スーパースターは一体誰だったんでしょうか？一番多くスターを持つ人が優勝になります。ということで、まずは、スターの数を数えていきます。まずいな、2枚差か。スターの数で決まらなければ、
コインで順位を決めます。ということでコインの数を数えていきます。皆さんのコインの数はこちらになります。コインは一番稼いでんだよな。スーパースターの発表の前に拡張の発表です。これからやっぱりそれにはボーナスポイントが入ります。まだゲームスターです。この賞はミニゲームで一番コインを稼いだ人に与えられます。今回のゲームスターはロンキーです。よし、とりあえずゲームスターゲットで、コインスターもいけると思うんだよね。次はコインスターです。この賞はゲームで一番コインを集めた人に与えられます。今回のコインスターはドンキーです。さあ最後よ。次はハプニングスターです。この賞はゲームで8のマスにたくさん止まった人に与えられます。今回のハプニングスターはドンキーです。よし、最後のハプニング止まっといてよかった。さあそれでは優勝者、すなわちスーパースターの発表です。逆転しました。ドンキーに決めました。おめでとうドンキー。さあスターが集まりました。このマップではどんなことが起こるでしょうか。あら、これいろんなこと起こるんだよな。ちょっと今映像乱れたな。大丈夫か。黄金のバナナ。あ、ロッシーが。よし、はい、最終結果このようになりました。さあ宝物は黄金のバナナだった。てかキノピオ言ってたね、黄金のバナナって。ネタバレしてんじゃんあいつ。いやー危なかったね。しかし詳しい成績見ていきましょう。ゲームの中に集めたスターの数、ドンキー3枚、ワリオ2枚、マリオ1枚、ヨッシー0枚と。で最後に持っていたコインの数、これもちょっとギリギリだったんだな。ゲームのミニゲームの中で集めたコインの数もこれ危なかったな。ワリオとは15枚の差か。まあなんだっけハッピーフラワーだっけ、あの1対3の、あれ結構ワリオ稼いでたもんな。あとあれか、あのブロック崩しみたいな、あれもワリオ結構稼いでたもんな。一番多く持ってたのがこんな感じ、144枚。ヨッシーのとは28枚か。青マスはみんな程よい感じ。ワリオはカマス一回も止まってないんだ。ハッピーニングマスに止まったマス。あー、やっぱり一番最後のターンで一人のハプニングスターになったわけだ。よしよし、危なかった。ミニゲームマスは一回も止めなかったな。ワリオとマリオは2回ずつか。チャンスマスで1回、ワリオ1回。そう、この動画の最初の方にね、ワリオが止まってよ、俺が持ってたスターをさ、ヨッシーに渡されたんだよな。キノコマスは、そうだ、俺1回行って、ワリオが2回か。スーパーマスはワリオ1回。いやー、なんとかね、最後のボーナススター、3つともね、逆転できたわけなんだけども、危なかった。さてとコインを稼いでいきましょう。コイン追加か、それとも没収か、ルーレットいきます。 A ボタンを押してね。あ、そうだ、この貯金箱ね、いろいろ種類があって、これカジノ貯金箱的なのになったかな。お、当たり、130コイン追加、2倍なのかな。
なんか倍になるかな。よーしよしよし。2と違って自分が稼いだスターとコインしか貯めることできないんだよな。スターは100枚までか。よーし、ドンキンジャングルアドベンチャーで、ね、ドンキで勝つことできました。で、勝つとこういう風にね、タイトル画面が変わるんだよね。ドンキが勝ったからこういうタイトル画面になったな。いい、なんかこういうね要素があるのもなんか初代の面白さがあるよね。よし、なんとかね今回勝てたけどギリギリだったな。大丈夫かな1個目のボードマップで。じゃあ次回のマップは何だったかな。